横浜高速鉄道 y 零零零系電車横浜高速鉄道 y 零零零系電車横浜高速鉄道 y 零零零系電車は1九9九年平成十一年八月一日に営業運転を開始した横浜高速鉄道の通勤系電車東京急行電鉄東急子供の国線で使用されていた七線0電車の老朽取り替えようとしてまた 2000年、平成12年3月29日からの子供の国線の通勤線への移行に備えて、1999年、平成11年に2両編成3本、6両が東急車両製造で申請された。車両は横浜高速鉄道の所有だが、東急長津田建区に配属され、運行や整備は東急が行っている。そのためほぼ同時期に製造された。 東急3000系、一時車をベースに制作されている。営業運転開始は、通勤線火以前の1999年8月1日である。車体は、軽量ステンレス車体に、FRP 製の全面であり、非常時貫通式、プラグドアである。またライトケース形状は角型だが、頭部である全照灯、微灯は丸型とされた。ワンマン運転に対応している点は、 東急3000系と同じだが、客用扉の数が片側3箇所であること、2両、固定編成であること、VVVF インバータ制御装置は、東海旅客鉄道、JR 東海の313系などに見られる、制御用と電源用を一体とした、東芝製のデュアルモードタイプのものを使用していること、運用区間が短距離かつ限定的なため、側面行き先表示器の設置を省略したことなどの、 異がある。また、急カーブの多い子供の国線で、レールのきしみ音を軽減させるために、車輪に対策を施している。外観には前面及び側面に、イエローとスカイブルーのラインを貼り付けており、側面のラインは、横浜の Y をアレンジしたものとして、未来への夢と希望に向かって走る、子供の国線イメージし、スカイブルーのラインで、港横浜の海と澄み渡った空をイメージした。 行き先表示器は LED 式であり、日本語と英語の交互表示をする方式である。また連結面には転落防止ホロが設けられている。冷房装置は冷却能力 48.9kW、4 2 0 0 0キロカロリー h の集中式であり、陶器の室内温度の立ち上がりのために温風暖房機能がついている。車内では補助送風機としてラインデリアが 各社6台設けられている。客室についても、東急3000系に準じた仕様である。化粧板は、線路方向は、ベージュ系、つま面が、ライトイエローである。床材は、薄い茶色である。側窓は、車端部が一部固定、ドアガンは、固定窓と、加工窓の二輪ユニット式としており、車高用に、ロール式カーテンが設置してある。 車内の釣り革高さは床面から 1630mm を基本としているが、ユニバーサルデザインの一環として一部には 100mm 低くしたものがある。カラーはいずれもアイボリー色であり、本形式における優先席付近の釣り革はオレンジ色ではない。客用ドアの室内側にはイエローの化粧板が貼り付けられており、ドアガラスの室内側は 段差のある金属をさえ指示方式である。連結面には妻窓は設置してある。なお、連結間貫通扉は設置していない。土平装置はベルト駆動式の空気式だが、土平力目弱め制御機能を搭載している。座席はオレンジ色の型持ち式、ロングシートであり、ドアガンは12人掛けである。一人分の掛け幅は 450mm、座面は バケットシートであり、スタンションポールによって3から3から3から 3, から3人掛けに仕切られ、橋には、大行の仕切り板がある。車端部は2両とも3人掛けの優先席、座面は青色と車椅子スペースである。車内の対話式非常通報装置は、各側面1箇所と車椅子スペース部の1両あたり3台配置している。サービス機器として、ドア上部には、 LED 式の車内案内表示器が千鳥配置で設置されており、ドアチャイムも明動する。表示器の設置していないドア上部は都会予告表示灯が設置してある。また、車内自動放送装置、車外スピーカーを搭載している。車内の中釣り等の広告枠は確保されているものの、港未来専用の Y500 系や東急の車両とは違い、東急線。 子供の国線、港未来線を含む全体の路線図以外のポスターは、掲出されてない。乗務員室内は、ワンマン運転用機器を設置する関係で、線路方向に1 6 7 5 m m と、広めに確保されている。運転台形基板は3000系とほとんど同じ配置で、ある。軽基板は、灰色、中央にデッドマン装置付着けワンハンドルマスコンがあり、ドア開閉ボタン。 乗降促進スイッチ、ホーム監視モニターなどがある。また、軽基板には、車両情報装置のモニター画面があり、制御伝送、機器の監視、サービス機器の操作など乗務員支援装置としての、機能がある。車掌スイッチは押しボタン式で、回避は2ボタン、閉避は1ボタン式である。乗務員出時切りは、前面窓と同じ配置で3枚窓がある。このうち客室から向かって、 左側2枚には遮光ガラスが使用され、また、遮光膜が設置してある。なお、最も右端の小窓は透明であり、遮光膜もない。主制御装置は、東芝製のイベット素子を使用した、VVVF インバータ制御3レベル方式である。主回路と補助電源回路のインバータを共通化、切り替えによる、冗長性の確保のために補助電源装置の SIV。 から89馬とと体型のデュアルモード構成とした。装置は1台のインバータを3軍で構成しており、通常運転時は走行用として2軍を、カゴ形3小誘導電動機2台を制御、1C2M2 軍制御、1軍を補助電源用として使用する。補助電源が故障した際には走行用の1軍を補助、電源用として使用できる構成としている。 台車は東急車両製造性の軸両式、軸は腰磁方式のボルスタレス台車である。車輪には防音車輪を使用することで騒音低減を図っている。基礎ブレーキはユニット式の片押し踏みずらブレーキを採用している。またクハワイ000型には非上と雪が設けられている。空気圧縮機は小型で、レシプロ式の HS5 から1型とし、 都出量は610リットル、民ト消出力のものを2台搭載している。なお、主電動機、駆動装置の使用は3000系と同一である。保安装置は、子供の国専用に ATCP 装置を搭載している。軽量化と機器集約化のために ATC 装置本体はクハワイ000型に搭載、デハワイ010型に ATC 増幅機を搭載。 両線当社間をティスで伝送するシステムである。さらにクハーイレイレレ型には情報伝送装置を搭載しており、ドア開閉方向の確認機能を行うことで、ドアの開閉操作をホーム側に限定させる機能を持たせてる。通常は子供の国船内のみの走行だが、主運転列車として、田園都市船内、中央林間駅詐沼駅間を走行する場合が、 東急電鉄は、子供の国との共同企画で、2018年10月11日から2020年3月末までの予定で、子供の国戦学志望イベントを実施。その中で、ラッピング電車、牛電車の運行を開始。Y003 編成に、子供の国に、併設の雪印子供の国牧場、雪印メグミルクが、 運営で飼育されている牛に見立てた白黒の牛模様のラッピングを施した。子供の国船専用であり、長津田子供の国間で運用される。このため、行き先は長津田と子供の国しか表示できない。統計列は長津田県尺に2両編成3本が所属しており、平日朝夕に2本使用、1本予備、日中及び、土休日は1本が使用される。 2001年、平成13年までは、ゴールデンウィークや夏休みの週末など、子供の国への来場者が増加する、他客機には本系列を2本連結した4両編成の列車を運行していたが、2002年、平成14年以降は、列車の本数を通常の20分間隔からラッシュ時並みの10分間隔に増やすことで対応している。このほか、 長津田駅や長津田検築での入れ替え作業の原因車としても使われている。2009年3月20日から3月22日まで本系列による臨時列車、それ池、子供の国号を,を田園都市線梶じが駅子供の国駅間で運行した。2014年9月28日、東急電車祭り委員長津田が開催され、当日は 臨時電車の増発により10分おきの運行となった、ほか、臨時電車は4両編成で運行した。2015年9月27日にも同様の催しが行われ、臨時電車が運行したが、4両編成での運用は定期運用列車となり、臨時電車は2両編成での運行となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。